ただつめゴミラジオ、あ、テヤンデイ、テヤンデイ、シュンのただつめゴミラジオ始まりました。いやこれさ、悪い意味じゃないですよ、うん、悪い意味で、これはもうリスペクトっていう意味なんですけど、なんかまあ腕のある芸人さんがいっぱいいるじゃないですか、世の中、うん、でこれ浮上してくるじゃないですか、やっぱ腕があるから、うん、だけどこうやっぱ埋まってく人もいるわけです。あの人どこ行ったっつって、もちろん実力あんの、しょうがないですよ、厳しい、その人をおさらいしていこうって。よ。だから悪い意味じゃない。悪い意味じゃない。悪い意味だから。いや浮上今一つこう伸び、あ、そのだから隠れた実力者がより隠れたっていうか。隠れた実力者一回浮上してんだけど、でもやっぱりまんま隠れてこう。ついただけこうでしょうね。で一回でもちょっとそこまで行ってるだけでもすごいですけどね。うん、だからその売れ切ってないんだけどちょっと話題になった人もいる。例えばすごいのとかもそうですね。一回ザ・マンザイの2013か12ぐらいの時に、1回戦一番受けたんじゃないかってことで、ザ・マンザイって検索するとザ・マンザイすごい論って検索まで引っかかるぐらいすごい予選で爪痕残しすぎて、これは今後もう売れてくんじゃないかと、うん、女の子のコンビでしょ、女の子のコンビで吉本で未だにコンビ組んで一回解散してまた再結成して未だにいますけども、片方が遅刻がすごすぎて、もう片方が繊細すぎてその遅刻に耐えられないってことで解散したんですよ。そういう理由だった。でも精神的に安定してきたんでもう一回組むと、仲はいいのでっていうので、うん、そういういろいろありましたけど、うまいこと乗り切れず、でもネタはすごく面白いし大喜利も強いという、それをおさらいしてくれるんですか、うん、そういう感じのすごい論、そういうもうちょっとすごい人もいますし、もちろん、じゃあまあまあそういうまね、すごい論で言ったら、はい、ここ火災報知器ってね、ああまあね、火災報知器も一時オンエアバトル時代ではもっと遡ると、僕は JCA スクール JCA という人力車の養成所の時に、対抗戦で、はい、うちらと対抗したのが火災報知器だったんですよ。ああそうなんですか。で火災報知器圧倒的なパワーでもう これ、ま、こっちは負けちゃうんですけど、うんうん、まあ太田プロなんですけど、はいはいはい、やっぱその頃はシュッとして細身でかっこよかったイケメンで10代ぐらいだったし、うんうんうん、なんかかっこよくてネタも面白いって言って、でちょっとブグブグ太っちゃって、でもそれをまたそのネタに取り込んでコントでまたのし上がってくるんだけど、また埋まってくる、なんかこういう感じでずっとなってて、オンバトのイメージが僕は強いですかね、火災落ちきさんは。俺もうオンバトの前からの俺イメージなんです。あそう、前の方がすごいのイメージとして、もっとシュッとしてる。もう笑いやってたってこと。笑いやってた。僕は全然やってないと。もう始めたばっかの時。ああ僕も始めてちょっとぐらいの時だから同期ぐらいだと思うんですよ、火災報知器って。まあ、ちょっと1年の誤差はあるかもしれないけど、だからそこがうわこもどかし、でもまだ今もやってるわけですから。で何かね、太田プロのライブとかで出るじゃないですか、大将大月さんって、はい、あの大概新ネタなんですって。ああ絶対ウケるんですって。絶対ウケるし、新ネタで、まあ、大体トップのいるわけですよ。そう常に何か知んないけど、その太田プロのいつも本当にトップはその時の旬の人が上がりやすいですね、さすらいラビーだったり、今だったら宮下草薙なのかな、とかなるけど、その隠れたそこでも隠れてるわけですね。あそうか、太田プロって事務所ライブすごいでかいから500キャバぐらいのとこやってるから、うん、優勝したら1位取ったらヤフーニュース乗るんですよ、うん、でも火災報知器は乗らない。でもギリギリのところですごい受けてんだけど2位とか3位とかでいるんじゃないかっていうのが火災報知器。すごいですね。だから これ埋まってますよね。そういうことね。そうそうそう、はい、こういう感じの人ね、方々、うん、そうそう、三日月マンハッタン、おおこれザ・漫才の認定漫才師 2,3 年連続になるんですよ。そうね。それでその時の劇場受けがもうトップレベルで、どこ行ってももうどっか地面割れたみたいな受けするドカーンっつって、すごいです、ドカンの次のランクの受け方みたいな音がする、うん、俺は見てないよ、外にいても、あこれ三日月マン受け具合が違うから、効果音にできない、うん、でツッコミの例えフレーズとかも秀逸だったし、うん、テンポ、間の取り方、ネタの構成、鮮度、これ全てこれすごいなってなってきたんだけど、うんうん、これ行ききれず戻ってきちゃって、やっぱあれだけなんじゃないですか、なんか15年目超えちゃったんですよね。15年目超えて M1 グランプリ出れなくなってしまったんですよね、うん、っていうのもちょっとで、キングオブコントとかもたまに出たりしてるんですけど、はいはい、でもそれ以外のなんかパーソナルの部分もなんか魅力的だから、なんかそこで注目されて行っても良さそうなところなんだけど、なんかあんまりテレビで全然違っても、確かに、例えばゴッドタウンで注目されるとか、ちょっとうちのガヤ出てみるとか、本当若手でいろいろなところで偶然入ったりとかもないじゃないですか。そう、あんだけの実力者、ね、これ悔しいなと思う。まず三日月はあったもありましたね。
で、ここリアルですね、うん、上場軍団上場軍団さんはもう上場軍団なんだけど、ほんと実力じゃタイムマシン3号についてパーフェクトオンバトでね、545kW。そうそう。見てたもん、俺、その回で。なんか、ハロプロとかが所属してるとこの事務所なんですね。あ、そうそうそう。あの普通のお笑いの事務所じゃないですよね。そうそうそう。そ当時、その、タイムマシンさんとかもそこに所属してたんだけど、タイムマシンさんは太田プロに移籍するんだ。あ、同じ事務所だったの。うん、そうそう。でも、太田さん残ったのよ。うん、残って、割とその、営業なりとか、その、ボケの方のが割と器用なので、なんだかんだで食えてたりするという噂は聞くんですが、コンビでの漫才の姿があまり見ることがなくなってきたので、まあ、利益を上げてるという噂ですが、俺多分お会いしたことないですわ。嘘ない。あの、お笑い始めてのライブとかでお会いしたことない。だからもう、オンバトから急に名前出始めてきた感じですね、うん、バーンっつって。オンバトで見た人ってイメージドハマりですよね。で、M1 も最初1、2回戦お持ちだったんだけど、 M1 用にネタを仕上げたらちゃんと準決まで行くっていう仕上げ方とネタの作りもすごく巧みなコンビなのに、これもまあもちろんオンエアバトルで結構出てたしパーフェクト取ってるから、その時はちょっとね注目もされてたと思いますが、そのオンエアバトルという枠を超えてテレビに出ることはなかったのが割と上場軍団で、今も多分組んでますよね、多分ね。いや、やってるでしょ、うん、でもライブでは全然見ない。多分15年も超えてるでしょうね、おそらくね。M1 でも名前見ないですからね。キングオブコントも名前見ないから、結構別のジャンルで曲作ったりとかもできるのが、なんかすごい器用らしいんですよ、スコケの方が。営業とかも多そうですね。営業とかも多いけど、だからその営業とかで仮に稼げたら、それはそれでいいと思うんですが、うん、ただこっちを 見るタイミングとか、チャンスがないから。ね、芸能界ってとこで。あとまあ劇場でもいいんですけど、意外と出てないから。なるほどね。なんか話題性とかないと、やっぱりライブって言われないじゃないですか、結構。まあ、ネタでの、ね、だからネタ自体はあまりやってないから、これも結構な隠れた実力じゃないですかねでこれ結構最近のチキチキジョニーさんなんでね。チキチキジョニーさん、チキチキジョニーさんはね、ザ・マンザイの第1回目の時に決勝上がって、あれ1回なんだっけ、1回目なんだっけ、突っ込んで眼鏡壊れるみたいなのもありつつ、その後めちゃイケなどに出演はあったのですが、その後伸びず、それ以降は全然聞かなくなっちゃいましたね。まあ僕らの活動してるところではね、なんか、うん、どこの事務所の方、松竹芸能の大阪です。だからライブなどに一応出てるんですが、やっぱり大阪の活動なのでこちらで見ることはないですね。まあまあまあ大阪っていうのがあるからね、うん、ではでやっぱ予選でもなんか思ったほど面白いんですよ。面白いんだけど、なんかもっと受けんじゃないかなっていう期待よりちょっと下回ってる気がするんですよね、チキチキ上に。やっぱザ・マンザイ見た時の受け方すごかったし、まあああいうネタ作るのはもちろん難しいとも思いますが、やっぱその後結構続いてなかったりとか、チキチキ上ですね。まあ15年結成15年超えてるのに平気で M1出てるとかそういうのありますけどそれ内緒に内緒になんないでしょ18年目ぐらいで出たわけよ。ここで言っちゃって内緒にならない。昨年とかも出てたんじゃないかなと思うけど、出てないでしょ。そこはもう出てください。出てないよ、ずっと出てください。そう面白いんで、やっぱこういうのを埋まってくんだなと思う。でここも瞬間メタルね瞬間メタル、これ意外なのがこのニュースタッフプロダクションっていうのが最初いたんですよね、うん、そこからタイタンに移籍になるんですが、うん、ニュースタッフの時の方がテレビの露出があったんですよ。タイタンに移籍になってから全然テレビの露出がない。俺ニュースタッフだと思ってた今でも。いや、もうタイタンです。タイタンなの、うん、タイタンに入ってから漫才など今までにやってないジャンルなどに手を出すけども、そこまでハマらず、なんか、まあ、どんどん挑戦しててはすごくいいと思うんですが、なんかどんどん露出とかテレビとどころかライブにもまあ見なくなって。俺はちょこちょこお会いしますけど。嘘。あの東洋館に出て、漫才協会なのかな、違うのかな、分かんないでも東洋館とかでよく一緒になりますけどね。そうなんだ、なるほどね。なんか僕は全然合わなくて、キングオブコントの予選とか見てたまにいたりとか、あで今回出てんなとかちょっとあったりするんだよねなんかね、人力車を引くバイトをして、そう浅草でね、結構浅草に、うん、重点的に活動されてる感じだった。あ、それでがっちりやってるタイプだったらいいのかなと思いますけど。だから当時の昔結構深夜番組で男のショートコントって今日テレビでよって、事務所みたいなニュースタッフっていう。登竜門とか出てました、ね。そう、そういうのいろいろ活躍してたけど、なんか今になってライブなんかもエンディングとかで結構盛り上げ役としてよかった。そうですね。盛り上げますよね。
か良かったいぶし銀な感じがすごい男らしくて良かったんですけどこう今、まあ、かまだ今いますけど、まあ、こう落ちてきてこうなんかね、こういかないっていう隠れた実力者マクダ隠れた状態あこれね南のやじとかねいますね南のやじさんね南のやじ一時期プライムに所属しててまあここぞとそろそろ売れるかって本腰入れてそこ抜けて吉本に入ったんですよねそうなんですでも吉本であのちょっと単独イベントなんかやるときにもともと泥臭い人だったから雪男さんっていう知り合いがいるんでなぜか雪男さんとツーマンを吉本で開催でライブやるみたいなのもありましてそこ雪男さんじゃないんじゃないのっていうなんか結構やっぱ社交性ない人だからだからやっぱそうなのずっとその昔から仲いい人ばっかと一緒にいて結局それが多分辛かったのか知らないけど最終的に気づいたらまたプライムに戻ってくるとかあそうなんですか今プライム戻ったんですか、うんヤマワンとかで優勝されましたね優勝されましたねしたりとかもしましたねだそういう時もあって話題性もありましたがお経のねお経のね R1 グライブが決勝に行ってますからねそうですよ、うん、そうですよそんぐらいのすごい実力者なんですけどこう落ちてまたヤマワンでこういうことしたらまた落ちてなかなかまだ今いるんですけどまあ舞台出てきたら面白いんですけどもともともう中学生さんが南のやじさんで知ってるって俺全然そんな知らないと紹介させてライブやっててすごい狭い小屋で一応単独ライブみたいなってそこを見に行ってあこんなすごい人いるんだって衝撃だったんですけどもいまだにこうまだね実力者なんですけどねあるままでも出られてるんですか今出てるか分かんないあんま名前見ないねあでもあ出てるか割と出てる気がするどうなんだろうもちろん梅さんとかもそうですけどね梅さん R1 決勝に R1 出たらね梅さん、うんまあ、バリバリ一緒になる感じしますけどね、うん、まだねあのライブ僕のライブ呼んだら来てくれるしまだ会ってる方だとは思うんですけど世間的にはだから同期とかでしょ僕 NSC の同期ですだからもう一番最初に形にした NSC7 期生そうなんだの人じゃないかなっていう優秀だっためちゃくちゃ優秀だった、まあ、当時コンビで桜前線というコンビでございましたけど、うん、その時からちょっと他とは違う空気もあったし、で優しいし、まあ、優しすぎるから売れないのかなってひょっとしたらだから我が先に行くみたいなのがないかもしれないああまあね、うん、ねすごい空気がある人でねまあザ・ダブルも準決まで行ったりとか、まあ、どんどん新しいネタも挑戦してそれも一つ一つが結構ハマってるんですがなんかこうまだコンコンコンで上にぶつかって梅さんも俺オンバトで見てたんだよオンバトもそうオンバト面白かったよね神出れば受かってた出れば面白かったで宮下学ね宮下学さん宮下学も R1 決勝に行ってそれ以来ほぼ見ない面白いんですけどね。元々デニッシュ。デニッシュっていうコンビで M1 グランプリ、まず1回戦で落ちて、もう1回再チャレンジしたら準決まで行ったっていう。そうなんだ。昨年でいうサムライスライスと同じ現象なんですね。そうなんだ。そうそうそう。まあでもサムライスライス枠ですよね。サムライスライスみたいな。だからネタもいちいち面白くて、その時期こうやってね、あるんですよね。デニッシュのネタ。そうあの漫才コントに入る、ま、そのコントの設定でまた漫才コントに入るっていう繰り返しのね斬新でしたよね、うん、そう当時はすごく斬新誰も思いつかなかったんですが、うんまあ、今ではその中村シェフさん、うん、主婦さんと組んでたんだあそう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 中村シェフ今ね、うん、今ではそういう公式も他の人が使ったりしてもいいぐらいの教科書的な存在にもなる公式を作ったりするかもしれない、うん、でそこもだからこう今はどんどんねあの社交性もできてきて食べるの達者になってきてるどんどん宮下学が宮下学がこうでかくなってきてると思うんですよだからちょっと今後期待かなと思うんですよねしゃべりやすい方ですまあ事務所もタイタンですしああそうね、うん、まあタイタンはいい人しかいないんで、うん、でまあ辺歩町長がね辺歩町長さんね M−1 ぐらい素人で唯一キャストにいたということで今は OL をやりながらっていう活動なんですそうですね基本就職しておりますので、まあね、片方の方が東京片方の方から大阪で、まあ、今の時期になるとちょっとさ国でちょっと出てきたりとか R1 急にひょこっと出てきたり、まあ、あのネタ作る才能がすごいあるのですぐ R1 とかでも準決勝行ったりとか、うん、M1 決勝行っちゃったりしてほとんど舞台数がないのにそんだけ爪痕が残るそうかだからその浮上してないというかもともと浮上を求めてないコンビなのかもしれないねなんかそんな感じしますけど ね別にそんなにいやなんかもったいない気もするけどまあ今の笑い界で言ったらしょうがないのかなってね思うんですけどあ矢野剛もいますね矢野剛さんね2ネタを準決勝行って
東京来て今フリーになって吉本の坊さんですよね。そうだけど、まあまあ矢野剛さんはまだそこまでこう行き切ってないから、むしろ今すさずみの中の時間なのかなって思いますけどね。あると R1 とかね、決勝まで行きそうな感じはありますね。いや、今センスもある人なんでね、矢野剛さんは。まあそこまでこうね、葛西報知機さんとか比べて右曲折のタイプではないかな、ね、か若手ですからね。まあそうですね、比べると。玉川芳生さんいつ売れたの。玉川芳生さん、ね、いつ売れたの。現場であんなに爪痕残して、まあ特番で復活するということになって、まあギャグニュースとかに出てて、なんか感動しました、審査やって感動したみたいな書いてありましたけど、なかなかね。さあ、オンバト女王という感じです。その後ね、あのゆりきゅうさんと田上さん、僕の中で2大オンバトです、ね、ああ2大オンバトの方ですね。で、深夜のネタ番組とかにもブッキングして、レギュラーのように出てたりして、ね、R1 だって言ったわけですよ、ね、そうそうそう、結構最近ですよね、 R1 決勝いただいた、うん、さん、あそこからまた行くのかなと思ったら、またこう落ちてきちゃったりとか。難しいですね。ザ・ダブルで意外と2回戦で落ちちゃったりとか、次の年出なかったりとかもするので、ほんとこう、こうやってこうしてカン、オーカンみたいな、難しい、難しいね。だから回戦ってことはないと思うけど、まあ事務所の先輩エルシャラカーニさんとかね。エルシャラカーニさんはまた漫才2回決勝も行っておりますし、ダウンタウンデラックスでネタもやったことがあって、その時はザ・マンザ決勝行ってない時期で、あ、それをネタを見て松本さんが、あれ、これで決勝行けないんだって言ったんです。その後ちゃんと決勝行ってんだよ。すげえ、やっぱすごいね、先見の目が。面白そうからですよね、でも多分。あ、面白さは出てた、面白さは出てた、なんかバッと、だから結構出てんだよね。そうだよね。で、こう言って意外と結構上の方に行きやする。ずっとこんな感じで、ね、うん、そうそうそう、工藤静香みたいな。まあまあまあ、それはこうですけどね。で、まあ、今はちょっと落ち着いてきちゃってるけど、また非常に清和さんなんかは活動活発で、常に何かしてやろうっていうのがあるんで、まあ、ここはてか満響入ったからね。え、エルシャラさん最近知らないの、このニュースは。知らん。え、うわ、漫才協会入ってる。ゴミラジオやっといて、この間ね、満響に若手が12組入ったニュース知らないの。あれ、あ、知ってる。そう、あ、そういう瞬間メタルさん待ってたよね。瞬間メタルさんも確かいたんだっけ。で、ニャンコスターが入ったりとか。え、ニャンコスターも入った。全然知らない。ニャンコスター漫才協会入ったの。そうだよ。え、今日いるのに、ね、いるけど、あと聞きたいぐらい。聞いてみ。で、その中にエルシャラさんと、あ、誰だったかな。結構まあまあいいメンツ入ってたよね。だからもうちょっとやっぱ若いそうにしてこうっていう考えがあるんですか。漫才協会変わるかもね。いや、全然違いますよ、これから。むしろおしゃれになってるかもね。うん、だからそういうちょっと変えてくる、多分ナイツさんとかが先導を切ってそういう風にしていかないとダメだってなってるんじゃないですか。本当、あれ、まあ、知らないけど、なんかルミネタイみたいになるかもしれないね。そんなに全然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 。あ、それはすごいよ。そうですよ。じゃあエルシャラさんなんて、むしろこれから期待なのかな。話ずれましたけど。で、ジグザグ陣営なんかね。ジグザグさん、ジグザグさん意外といかないね。一時期ね、日曜チャップリンとか、ジワジワチャップリンあたりでちょくちょく出てて、ネタやりすぎてもうネタがないとかいう、なんか冗談みたいなの言ってたぐらいなのに、そっから、うん、すごいハマ、トンツカタンとジグザグジギとかすごいハマったね。そうだね。でも全然そっから見ないし、ライブでもいいし、ライブも出なくなったじゃん。あれ、いや、どうなんだろう、わかんない。確かに一緒に今言われて、確かに最近一緒にならないな。見ないんだよ。なんだろう、宮沢さんがプロレスばっか見てるのかな。あ、そうなの。プロレス好きだから。それも相方の人が背伸びすぎて劇場入らない。すごい背でかいからですね。背伸びすぎて入れないんだよ。でかいけど、そんなに言うほどでかくないで、大きいけどね、うん、ファラオさんと変わんないじゃん。あ、そう。まあ、なんか返しも面白いし、なんかタレント向きな感じなんだけどね。するする。だけど、なんか行かないね、なんか。キングオブコントだってもう2回ぐらい行ってるよね、決勝。今決勝行ったって驚かないもん。あ、ジグザグ時期入ったんだぐらいの常連感。下手したら優勝しても驚かないね。ああ、今年ジグザグ時期なんだ、すげえなって、すげえと思うけど。常連感はね。なんだろうね。だからもう優勝しても仕事入んないかもしれない。いや、わかんないけど。でもなんかいい返しとかするんだけどね。面白いよね。なんだろうね。難しいね。あれ、どういう、うん。ちょっと前になりました。どういう要素で。次、秋元とかですよね。秋元。うんうん。一時期は劇場嵐ぐらいな、もう出りゃウケるみたいな、
今で言ってもランジャタイみたいなもんかな。あ、そう、出りゃウケるみたいな。お客さんもみんな好きで、ランキング出待ちとかして、で2人とも可愛い感じがあるから、で躍動感もすごいあるね。ほんとランジャタイに近いかもしれない。ネタの種類は違うけど、ちっちゃい、ちっちゃく、まあ中ぐらい中ぐらい中ぐらいそうか、ちょっとイケメンで、だから確かにどんどん出れなくなって、まあなんか虐げられてる感じがする、ね、パチンコ番組とかやってる、うん、そこで食えてるから、まあ、1個お笑いで食えてるんだけど、あ、そうだ、だからその僕らのに入ってこないから、あっ、秋元さん何やってんのか、あのイケイケの時代の知ってるから、知ってるだけに、うん、もう、まあ、やっぱもうちょっと華やかだったしね、秋元なんて、そう、うん、だからいつ次いつ見えるかなと思ったり、ね、まあ、テレビのね、バラエティの CM のレギュラーになったりとかもあったりしてね、うん、誰のやつの時も忘れちゃったけど、うん、ね、のぶしこぶしさんとかもいたやつかな、なんか原石、原石か、いい男さんとかも一緒のやつだったかな、いい男、それこそ上場軍団みたいな、うんうん、あ、だからそのそのもどかしい人たちが上場軍団、いい男、原石じゃないかな、わかんない、なんだったかな、なんかありましたね、そういうそういうそういうのあったよ、うん、でベートーベンね、ベートーベンさん、ベートーベンも劇場嵐みたいな、はい、どこでも行ったらいいって、もうそれがどこだけと、ちょっと俺にしたらちょっと上の世代ですけどね、もう、うん、ビブさんとかゲームさんとかの話はもう、あ、そう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 、でもまあ解散してないし活動もしてるし、ただもう芸風の方向性が変わって営業メインだったりとか、あの営業先の人をメインで単独開いたりとか、だから一般公開あんましてんのかしてないかよくわからないような感じで司会やったりとか、ベートーベンさんはね、ああそうなんだ、うん、だから別の方向で、うん、笑いとしてやってるんだけど、こうテレビでは見ないし、でも意外とアイドル番組の司会とかたまにやったりするの深夜で、だからそういうのでちょっと行きそうで行かないみたいなので、ずっとちょっと こんな前後ろ前後ろみたいな感じはしてるので、ベートーベンさんね、オスカープロモーションで元々松竹芸人でした ね、路上ライブやって 2,300 人集まれてね、だってもう確かお笑いの部署にいないですよね、オスカーのお笑いとこじゃなくて、もうなんかそっちなんか違う、タレント何だったかな、あ、違うのかな、聞いたことある、もうお笑いの部署じゃないですよ、ベートーベンさん、ザ・パンチね、ザ・パンチ、ザ・パンチ、パンチ、M1 出たら予選バカ受けして決勝行ったらバカ滑りみたいなイメージがありますけど、やっぱまあね、高橋さんがラジオで言ってた意見ですごいタレント売りだとか、すごくその M1 では結果残せなかったけど今後バラエティで活躍しても全然いいんじゃないかっていう感じの2人だったんだけど、なんか出てこないよね、ちょっと出てる時期もあったのかもしれないけど、そんなに目に触れてないし、何の番組出たって覚えてないんだよね、で気づいたら結婚、もう2人とも結婚してるさ、あ、そうなの、うん、そういう報告だけちょっとネットニュースとかになって、ああ、ザ・パンチさんだとか思うんだけど、チャチャチャースってのがもうね、デッドカーピスとか、チャチャチャースですね、あ、どのタイミングに終わらせんだみたいな、あれのつかみはね、すごい斬新だったし、めちゃくちゃ面白かったし、キャラクターにも合ってたし、うちのね、いとこがね、いとこの女の子、年下の女の子ですけど、ザ・パンチの追っかけをしたんですよ、いや、全然いいと思う、大好きだった、面白いもんね、俺笑ってるから、あったらちょっと教えてみたいな、そうそうそう、もともとパラメというコンビ、あら、詳しいですね、そうそう、ハラとかではあるんだ、で、ザ・パンチして、まあ、パンチ実際にかけてキャラつけたところをバーンにハマって、紫じゃん、あ、そうなんだけど、紫じゃん、女神デー、女神デーとかね、シンプルな、そこもすごくよく、純子さん、すいません、浅い企画、純子さん、エンタの神さんにちょっと火がついて結構ちょくちょく出ててくる、リズムネタなんですよ、うんうん、ちょっと独特なローなリズムネタなの で確かにそんなメジャーになってないけど、本当にエンタの時だけちょっと出てこうだよ、エンタ自体でもハマってない、旗役みたいになったわけじゃないし、コウメダイみたいになったわけではないんですよね、キックさんぐらい、キックさんまで行ってない、キックさんまで、キックさんはだいぶ行ってる方だね、まあ、毎回出てたもんね、キックさんって、純子さんはまだらだったね誰ぐらいだろう、難しいな、純子さん、これはめでてーなさんぐらい、いや、しんのすけのシャングレあー、リアルちょっとね、出てます、出て、確かに出てた、漫才がポップで分かりやすいがゆえに、コントしかあまりやってないところでやらせてもらえてたのね、出てた、だから、ね、そう、知る人ぞ知るかもしれない、まだいますよ、でも純子さんの浅い企画で
これ切りないだろ何言うのこのものすごいんでしょ。あと3、4組、あと封筒松原、封筒松原さんはまあそうですね、クイズネタでね、クイズネタで、クイズネタでしたっけやったのは。そっか、で1回認定漫才師でさ、病気で欠場だね。あった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 。それだけど次の年ちゃんとまた認定漫才師だったかっこいいなと思ったよね。病気でちゃんと休んでも次の年ちゃんといけんなっていうのは、いやあの時脅威だった。もうほんと封筒松原無敵じゃねえのかなと思って。ああ確かにね。でも劇場でたまに自分で主催してゲスト呼んで出てもらったりするとそんなに受けなかったりするんだ。あれこういう時だとそうだ。だからいろんなネタ試してるんですよ。まあただね、うん、それででもいつも違うネタやってるイメージある。だからね、そういう照準の合わせたその M−1 とかそういうザ・漫才になるとバシッと合わせてきて、すごいザ・漫才の時すごかった。無敵だった。封筒松原やだねっていうのはもうやってないですかね。あエンタの神様のところってこと、ね、最初はそれですよね。やだねっていう、ね、だからそれもあるんじゃないかな。ちょっと女装ね、番組側がさせられて、うん、女の格好でやってたけど、オカマキャラね。それこそバカよなんか似てるとか言われたんじゃないですか、結構封筒松原さん。あ、そう、うん、ちょっとローテンションな感じで。でもオカマじゃないから。あ、そっか。そこはオカマ区長でやってないからか。僕はオカマの平場だけだから。あ、そっか。平場オカマなんかい。それ封筒松原。封筒松原さん。ね。まあ、いつあっても、まあ、やっぱ面白いですけどね。で、まあ、磁石さんもそうか。磁石さんはでもしかし人気はありますからね、常に。でも劇場でも時々会うからまだここはまだあれかな、そこまで埋まってる感じないのかな。まだにお客さんいっぱい、ハイキングウォーキング、あースーパーイリュージョンショー結構売れたと思うよね。売れてる人でしたよ。オンバともがっつり受けてたし、 M1 とかでもなんか決勝行きそうなぐらい受けてる時あったけどね、うん、なんでしょうね。あれなんでキュンシャンっていなくなって、もうくだらなくて面白いけどね。面白かったね。だから全然それがダメだ。なんだろう、なんかしでかしたんかな。単純に人として嫌われた。いやでもそれしかないのかなと。だってもう売れる要素しかなかったけど。売れる街道でしたよね。ね、売れる街道。売れる街道って売れてましたけど。売れてたと思う。ね、もうこの中ではだから一番売れたかもしれないね。みんな知ってるでしょ、だって。うん、うん、そうなんだ。コントも面白かったし、メイトとかも出てたし、ブスダブスミみたいな。ね、ブスミみたいなね、こうギャグとかもあって、なんかツッコミで面白いフレーズ言うのとか結構ね最先端な感じでしたよ、うん、最初の方でしたよ。すごく面白かったんだけど、なんだろう急にまったり。でも意外と仕事なんだかな、営業とかは あるんじゃない、分からんけど。その吉本さんの中のこと、チーモン長女とかね、チーモン長女もどかしいよね。だからなんだか決勝で実力ある、実力めっね、実力者なので、意外とそのダウンタウンデラックスとかも出たことあるんですよ。ダウンタウンデラックスに詳しいですね、さっき。俺出てるからね。あ、そうか、ま、毎回出てない、1回だけど、ダウンタウンデラックスに出たら大体まあ これからちょっと行きそうなのかな。まあそうだね、まあ、で、僕は上がり倒して何もできなかったけど、やっぱ尋問ジョージは達者なのでちゃんと笑い、うん、さしてたんですよ。全然上がり倒す絵が見えない、うん、そうそう、盛り上がってたけど、うん、もう呼ばれずっていう、なんか一番どうしていいか分かんないね。ちゃんと立ち回って呼ばれないっていう、なんか求めてるものよりちょっと違ったのかなっていうふうにその関係者に思われたってことですよ、要は、ね、もうちょっとなんかやってくれと思ったんだけどなって思われたってことですよ。いや、そうだね。でもちゃんと受けてる、テレビでは全然普通なの、面白かった。だからまた呼ばれてもいいのかなと思ったら全然呼ばれないのを見て、後付けでそう予測するとそうなのかなって思ったんだけど、こんなん探したら他にもいっぱいいると思いますけど、うん、ね、まあ、それこそ、まあ、三浦さんだってね、三浦さんとか ね、コラーゲン配合マンとかコラーゲン配合マンさんとかね、いらっしゃいますけど、切りないですよ、ね、切りないですけど、この浮上してでもまだやめてなくてまた浮上しようとするもどかしい、この実力者のこのすごい分厚いこの数ってめちゃくちゃもどかしい芸人さんたち、もどかしい芸人さんたちの会でございましたね。皆さんもね、いろいろ探してみたら、まあ、身近にまだいて、近所のスーパーで見かけたりして、あの人いるって言うとか、あ、楽しい、意外とバイトしたりとかなるかもしれないし、そっからまたこう行くのは大変なんだよね。これ諦めたらもうその場で終わりですから、諦めずいかにここであと勝負、火災報知器さんでちゃんと勝負してたらまた日の目を見るというのがあるんじゃないかなっていうことになりました。皆さん面白いですけどね、はい、ということで以上、新田さんのみラジオでした。
せーの、チャンネル登録よろしくお願いします。